最後の審判は、初期フランドル派のガカロヒール・ファンデル・ウェイデンが1415年から1450年頃に描いた多翼祭壇画オーク板に、油彩で描かれた作品だが、後年になってからキャンバスへと移植されたパネルもある。フランスのボーヌにある、オテル・デューのギャラリーが所蔵している。新約聖書に記された最後の審判を表現した。 作品で、中央パネルの最も高い位置にはキリストが描かれ、その左側には剣、右側には、聖母のユリが描かれている。左側の聖母のユリの下方には、マタイによる、福音書25時34分の、その時、王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ。さあ、世の初めからあなた方のために、用意されているお国を受け継ぎなさい。 ベニテベニディクティパトリスメイポッシデテパラタムボーバス、レグナムエコンスティチューションムンディが白色の文字で書かれている。右側の剣の下部には同じく、マタイによる、福音書25時41分の、それから、左にいる人々にも言うであろう。呪われた者どもよ、私を離れて、悪魔とその使いたちとのために、用意されている永遠の日に入ってしまえ。ディサダイト。 エイミー・マリディクティ・イニ・ニエム・イテルナム・クイ・ピラトゥース、エディア・ボロ・ヤンジェリース・アーユが黒色の文字で書かれている。どちらも、キリストの羊とヤギの例え話からの引用となっている。他の芸術家による最後の晩餐と同じように様々な具意が使用されている作品となっている。魂の高精さを図る天秤を持つ大天使、ミカエルの姿が中央パネルに描かれている。 ミカエルの足元には、墓場から蘇る死者の群れが描かれ、最左翼の天国へと導かれる人々と、最右翼の地獄へと追いやられる人々とが表現、されている。最左翼の天国は大聖堂へと通じる明るい、光に彩られた門として描かれ、そちらへと向かう人々は祈りを捧げながら、穏やかな様子で天使が見守る門へと歩んでいる。一方、 左右翼の地獄は燃え盛る闇として描かれ、永遠に呪われた者たちが叫び、嘆きながら転げ落ちている。翼部分には、聖母、マリア、洗礼者、ヨハネ、十二名の預言者たちが描かれているが、その他に描かれている聖人の特定に関しては、定説を見ていない。最後の審判。ありがとうございます。